アナグの結晶構造、アナグとは、日本ウナギの筋肉に存在する、緑色蛍光タンパク質である。蛍光性発色弾としては、ビリルビンが結合する。2009年、鹿児島大学水産学科のグループによって、日本ウナギの筋肉から、単理、生成された、蛍光タンパク質が報告された。その後、理科学研究所のお科学総合研究センター、 細胞機能探索技術開発チームの研究により、当該タンパク質の遺伝子が同定され、2013年に、その遺伝子産物がアナグと命名された。名前の由来はウナギ、ウナギとグリーンフローレセントプロテインである。内部のポケットにビリルビンの結合したアナグ、ビリルビンの炭素骨格を黒色のスティックモデルで示した。ビリルビン中の酸素及び、 窒素原子はそれぞれ赤色と青色で示している。アナグは139個のアミノ酸から構成される脂肪酸結合タンパク質、ファッティアシッド、バインディングプロテイン、ファブッピーファミリーのタンパク質である。X 線結晶構造解析によって1.2分解能での立体構造が決定されており、2本のアルファーヘリックスと 10本の β ストランドから構成されることが知られている。タンパク質構造の内側には外来分子が結合できるポケットを有しており、このポケットにビリルビンが結合することでアナグは緑色傾向を示す。一方、ビリルビン誘導体とは結合しないが、これはビリルビンとの結合が特異的になるような構造をアナグが持つためである。アナグと ビリルビンとの間の乖り定数は 9.8x10 から 11m と小さく、両者の間の結合が強いことを示している。なぜアナグが筋肉においてビリルビンと結合しなければならないのかや、なぜ日本ウナギがこのような蛍光タンパク質を有しているのかといったことは未だ明らかになっていないが、アナグとビリルビンとの結合の強さおよび特異性の高さからアナグを 生態中でのビリルビンセンサーとして利用するための研究が行われている。ありがとうございます。